皆さん、こんにちは。マダルルイジです。では、今回は、ギレネバーアクシズの脅威 V、英語編、新しくプレイを始めていきたいと思います。ここまで、連邦のレベル将軍編、ティターンズのジャミート夫編とプレイをしてきましたので、今回が3回目の、プレイになります。では、早速始めていきましょう。難易度はノーマルです。宇宙世紀0079。人類が初めて経験する地球と宇宙の戦い、一年戦争が行われる。地球連邦に対する独立戦争を仕掛けたジオン公国は初戦を制したものの、自力に勝る連邦軍の前に敗北した。総人口の半数を失った戦乱が終わり、人類は平和を取り戻したかに見えた。宇宙世紀0083、復興への道を歩み始めた地球圏に再び戦乱の危機が訪れる。地球連邦軍ジャミトフ・ハイマン准将によるティターンズの結成である。戦後も各地に潜伏し、破壊活動を繰り返すジオン軍残党、その討伐を目的とするティターンズは、正規軍から独立した行動を取ることで治安回復に成果を上げる。これにより連邦内部におけるティターンズの地位とジャミトフの権力は強固なものとなっていった。その一方、地球至上主義を掲げるティターンズは次第にその矛先をスペースコロニーへと向け始める。それは地球連邦政府に対して反発を強めるコロニー居住者への不信感に根ざすものであった。宇宙世紀0085、連邦内部に強力な基盤を作り上げたティターンズはコロニー住民に対し前代未聞の強行に打って出る。サイド1、30番地コロニーで起きた反政府デモを鎮圧するため、全住民の致死量を超える G3 ガスをコロニーに注入したのである。この無差別大量虐殺により1500万人の生命が失われた。この事件はティターンズによって秘匿された。だが事件を完全に覆い隠すことは不可能であった。事件の後、コロニー住民はティターンズへの恐怖と反感を募らせていき、武力を用いた抵抗運動の必要性が叫ばれるようになった。こうした機運の中、反ティターンズを掲げる軍事組織が産声を上げる。エウーゴの結成である。代表ブレックス・フォーラを中心としたエウーゴはコロニー出身の連邦軍人を大量に受け入れ、ティターンズに対抗する組織を作り上げる。またメラニー・ヒュー・カーバインをはじめとする月都市の軍需産業は巨額の資金を提供し、エウーゴの活動を支援した。宇宙世紀0087、地球に住む人々を代表するティターンズ、スペースコロニーに住む人々を代表するエウーゴ、両者の戦いは地球圏を再び戦火の渦に巻き込もうとしていた。ようやく戦力が整ってきました。これなら我々はティターンズと対等に戦えます。ん？アナハイム・エレクトロニクスの協力に加え、君のもたらした新技術ガンダリウム・ガンマ、そして人々の支援があれば我々は戦える。しかしティターンズの勢力は強大です。さらに地球連邦軍も状況次第でどのように動くか分かりません。確かに地球連邦軍はいつ敵になるか分からん。だが彼らを味方につけない限りティターンズ打倒は難しいだろうな。はい、しかしティターンズの勢力は連邦内部で急速に強まっているようです。今はジャブロ、キリマンジャロを中心にアフリカ、アメリカを抑えていますが、
他の地域への進出も時間の問題かと思われます。そうだな。ティターンズが勢力を拡大する前に我々は確かな基盤を作らねばならん。はい、まずはスペースコロニーからティターンズを追い出し、宇宙に我々の基盤を作るべきです。スペースコロニーの指示を取り付け、ティターンズ打倒を目指すか。回りくどいようだが、それが一番確実な方法だろうな。報告します。戦力の充実化によりコロニーのティターンズを排除することが可能になりました。サイド2解放作戦を提案します。はい、ということでオープニングご覧いただきました。サブタイトルがゼータの鼓動っていうのがまたいいですよね。ではティターンズとの戦いを進めていくことになります。まず宇宙の、ウーゴの勢力ですけども、グラナダそしてホンブラウンを抑えているもののこれだけですね。地球上は残念ながら全く拠点を持っていないという状況です。ブレックスとクワトロの会話にあったように、まずは宇宙での基盤を作っていこうということですので、サイド2解放作戦、これを早速発動していきましょう。これよりサイド2解放作戦を開始する。目標はスペースコロニーサイド2である。我々の同志をティターンズの圧力から解放するため、皆の力を貸してもらいたい。諸君らの健闘に期待する。はい。で、今回ご覧いただいた通りノーマルで進めていきますので、最初の数ターンはですね、敵は進行してきませんので、全兵力を持ってサイド2へと進行していきたいと思います。まずサイド2にいる戦力なんですけども、事務会、事務コマンド、宇宙戦士はこの辺りしかいないんだな。まずは配属でブレックス、サラミスに乗ってもらいましょう。ここもマゼランじゃなくてサラミスっていうのがまたちょっと手痛いところですよね。あとマニティも乗ってもらいます。あと改造できるものは改造していきましょう。ガンキャノンはジムキャノン2へ。あとはジム回、これはそうだな、パワードジムの方がハイパーバズーカーで間接攻撃できますので、パワードジムへと変更していきましょう。ジムカスタムはこのままかな。ジムコマンド、宇宙戦仕様は、ジム回、ジムスナイパー2、ジムスナイパー2かな。ジムスナイパー2にしておきましょう。これもね、間接攻撃できますからね。では、これで改造を進めておきます。はい、では開発ですね。開発は、すべて15からのスタートです。まあ、お金のあるうちは、モビルスーツ、モビルアーマーの研究同社マックス、様子を見て基礎研究にもお金を投入していきます。諜報部の予算投入は、まあ、常に高いレベルを維持したいかなというふうに思っています。で、肝心の戦力なんですけども、今、グラナダにですね、クワトロや、あるいは、ヘンケンさんのグレイファントムなんかがいますので、まあ、彼らをね、うまく使っていきたいと思います。レコアさんもいますね。パワードジムに乗ってまーす。あとはやっぱり、クワトロバジーナ対、能力、抜群のものがありますね。パワードジムで威力を発揮してもらいたいなと思います。アポリーもいます。あとはロベルトもいますね。では、早速サイド2へと進行しましょう。サイド2、AU54、ティタンズ14、数では拮抗してますね。ティタンズ側のモビルスーツ、これが何かによってだいぶ状況変わってきそうです。エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。これを見る限りちょっとまだ敵の戦力不明ですが、増援も含めてやってくるようなので、まあしっかり拠点を確保してそこを基盤に戦っていくということになるかなと思います。まあ、ブレックスがいるので、ブレックスのですね、まあ、指揮範囲をうまく利用しながら戦っていきましょう。であと、パワードジムにアストナージー乗ってもらいました。まあ、本来アストナージーはね、パイロットではないですけども、まあ、貴重なキャラクターということで、ここでは使っていきます。
敵ですが、ハイザックですね。シカボ、ラムサス、ダンケル、マウアーなんかもいるので、まあ、ヤザンがいてもおかしくないなーっていうね、そういう戦力になってますね。まあ、ここは間接攻撃をうまく使いながら温存しましょう。できるだけね、ダメージを食らわない。食らいにくい。まあそういう環境づくりをしっかりしていきたいかなと思います。まあここでエースの3人を葬っておくと大きいですからね。まあ射撃戦中心になりますけども、まあ、確実に敵の数減らしておきましょう。クワトロバジーナがもたらした新素材ガンダリウムガンマをもとに新型モビルスーツの開発を行います。サイド2の奪還作戦中ですけども、新型ガンダム開発計画が来てますので、これやりましょう。これはリックディアスですかね。ガンダムマーク2ではなくて、まあガンダムマーク2自体はティタンズからダッシュしたものですからね。ここは新型ガンダム開発計画リックディアスだと思います。これの開発始めましょう。了解しました。新型ガンダム開発計画を実行します。また楽しみですね。リックディアスが完成するのは。新型戦艦の開発を合わせて行います。開発部の報告をお待ちください。アーガマーも一緒に完成するってなると戦力が一気に、充実してくるかなと思うので、それはそれでまたすごく楽しみです。ではサイド2の攻略戦ですけども、大部隊が到着してます。まあ本当に戦力を完全に集中させている状態なので、手早くこのターンでサイド2を解放してですね、次の作戦に備えて再び戦力を各所に配置していきたいので、必ずこのターンで決めるということで全力攻撃仕掛けていきましょう。まあ旧式のもやっぱりね、モビルスーツや戦艦が多いので、まあそこをどういうふうに、まあうまくカバーするかっていうところでは、クワトロ、アポリー、ロベルト、それにレコアさん、エンジニアでも頑張ってもらっているアストナージ、彼らのね、活躍に期待したいと思います。では、敵の基地中心部に攻め込んでます。増援も来てますけども、まあ、ここいかに早く突破できるかで、周りの敵部隊のね、排除スピードも変わってくるかと思いますので、まあ、できるだけ早く中心部を制圧して、増援にやってくる敵部隊の迎撃へと切り替えていきましょう。ここにはジェリードがいましたね。いや、本当にティターンズ側はこの時点でジェリードやマウア、ラムサス、ダンケルといった、まあ、エースが出撃してきてますよね。こちらはね、ロベルト。もちろんクワトロタイも出てますし、アポリもいるんですが、やっぱりカミユとかね、アムロとか、まあ、このあたりのね、スーパーエース級が、まあ、登場してこないと、なかなか苦戦が続くのかなっていう感じはしてます。レコア、何を苦しんでいるのだ。クワトロとレコアですね。だから、わかることは何もかも捨てて、どこかへ行ってしまいたいってことだけ。それはできないな。人は誰も引きずっているものは死ぬまで捨てられんよ。分かってます。このあたりからすでにレコアさんが、シロッコの元へと走るんじゃないかっていう思わせの描写がすごいですね。さあ、偏見さんはグレイファントムになってますね。グレイファントムもこの後ね、やっぱり、まあ、旧式化していくというのは否めない状態だと思いますので、あまりね、前線で、ガリガリ使っていくっていうよりかは、しっかりと後方で、支援に当たる。まあ、そういう任務を今後は帯びてもらえたらいいのかなと思いますね。レコアさんもパワードジムに乗ってもらってます。今、使いやすい英語側の機体としてはやっぱりこのパワードジムになってくるので、まあ、パワードジムにはエースを、キャラクターを乗せていきたいと思います。そして、クワトロバジーナ隊とアポリー注意ですね。パワードジムに乗ってます。敵はこれジムコマンドとジムスナイパーかな。まあ格闘である程度数は落とせるかなと思いますね。
クワトロ機が一機落とされたとか、ちょっともったいないですね。こういうところの、まあ、ちょっとしたロスが、どっかで大きな歪みにならなければいいなとは思うんですけど、まあしっかりここは、ダメージコントロールと、与えられるダメージ総数ですね。考えながら攻撃する数ですね。調整していきたいと思います。最後は、まあ、クワトロ機で撃破しておきましょう。これでサイド2は、まずは奪還できたということになると思うので、まあ、この次のね、攻略目標を決めていきましょう。買いかぶってもらっては困る。私はシャアではない。クワトロ・バジーナだ。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。いや、やっぱりこれは楽しみですね。何度かお話してますけど、一番好きなガンダムシリーズは僕、ゼータガンダムなんで、もうワクワクしますね。サイド2の制圧によって、コロニーのティターンズを排除することが可能になりました。サイド5解放作戦、サイド6解放作戦を提案します。次はサイド5とサイド6か。開発部より、新兵器の開発プランが提案されました。まあ、どっちにどれだけの戦力を振り向けるかというのはあると思うんですけど、まあ、両方とも一気に攻略進めるっていうのが定石になるんじゃないかなと思いますね。リクリアスとアーガマ、これの開発プランが来てますね。サイド5がこちら、あ、サイド6がこちらになります。両方とも攻略したいですね。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。サイド5にはティターンズはモビルスーツ、まあ、ユニットかな?ユニットが8。サイド6に至っては1なので、しかも生産している様子もないとなれば、どうでしょうね。いくつかのユニットは、グラナダの防衛に回るとして、主力部隊はこのまま、サイド5、サイド6の攻略作戦へと向かいたいと思います。その様子は次回お届けをしていきましょう。今回はここまでにさせていただきます。